ルームツアー第6弾として東川町にできましたお宅をご案内させてもらいます。このお宅は三角屋根の部分は玄関のところ、平屋の部分ですね。そして奥の方ですね、2階建てがあるところは段違い屋根という形になっています。下側の方にも窓がつく形で、屋根面積も広くなって、太陽光パネルは今回23枚、8.9kW ぐらいの太陽光発電容量になっています。で、薪ストーブの煙突もついています。このお宅の断熱性能ですね、 UH というんですけども、これは 0.24 という、大変高性能な数字になっています。気密測定も行いました。再測定して気密 C1 っていうんですけども、これは 0.3 という大変気密も優れていることが測定して確認されています。もちろん、ゼロエネルギー住宅、ゼチ住宅、になっています。では玄関の方から見ていきます。枕木のアプローチがあって、広いウッドデッキですね。ウッドデッキから玄関に入るという形です。ウッドデッキの上は大きい屋根がかかっているので雨に濡れることもありません。外壁は北海道産のカラバス材です。ウッドデッキも同じように、北海道産のカラバス材です。このリビングのところには非常に大きな引き違い窓がついていて、こちら東側なんですけれども、リビングを通して反対側、西側にも同じ大きさの窓がついているので非常に通りが良いです。こちら南側ですね、非常に屋根が大屋根、広い大きな屋根がかかっています。リビングにつけた加熱エアコンの室外機カバンもついています。こちら西側になります。東側から見えた、大きな窓、西側にも屋根はないんですけども広いウッドデッキがついていて、こちら田園風景ですね。東川町の田園風景、これは紀藤市の山ですね。これ雄大な景色が眺められます。こちらが北側です。北側、その二段屋根になったところ、高い位置に窓がつけられていて、北側の安定した光が2階の室内に入るようになっています。エコキュートの室外機、そして太陽光発電のパワコンなどが、裏側になりますね、北側の壁についています。ではこちら玄関ですね、これから入っていきます。その前にこの玄関ドア、いつもの木製玄関ドアに、横にすりガラスの、はめ殺し窓が連想になっています。ちょっとワイドな感じの玄関になっています。朝日岳も今日はよく映っています。そして機密の郵便受けですね。では中に入っていきます。こちら玄関の中に入ってきました。まず左手に、下駄箱ですね。ちょっと高さの低い下駄箱で、上の方がカウンターになっている形の下駄箱です。で正面は階段なんですけれども、階段の下は、収納庫になっています。で右側、こちらは、外物用の、収納庫、そして熱交換換気装置がついています。今棚はまだ設置してないんですけども、自由に高さが変えられる棚板がたくさんついています。でまずリビングの方に行く前に水回りの方から参っていきます。玄関右手に入っていくと、オリジナルの洗面がついています。今回建て替えのお宅で古い家がついていました。そこに使われていた古い張り台ですね、その古材を
活用して家の中に新しいも取り込んでいます。何かしかこういう古材使っています。まあ、あとはトイレと脱衣ですね。でその脱衣室の奥にユニットバスという構成です。では戻ってリビングの方行ってみます。リビングの東側にも大きな窓とウッドデッキ、そして右手の方ですね、まあ、ダイニングの方ですね、こちらにも大きな同じ大きさの窓、引き違い窓とウッドデッキがついています。非常に通り抜けのいい、ダイニングリビングという形です。で先ほど玄関の扉に映っていました、朝日岳ですね、非常によく今日は見えます。絶景です。こちら、まあ、カウンターがあって、その上に、まあ、明かりという窓がついています。ではダイニングの方、キッチンダイニングの方に行ってみます。今回のキッチンはステンレスの天板に、足もステンレスの非常にオープンな、まあ、まるで業務用キッチンのようなデザインのキッチンになっています。この下の部分はオーナー様好みで収納のキャビネットとかを入れると思います。でカウンターというか、まあ、作業台兼のカウンターですね。この天板はオーナー様が今住んでいるお宅のものを再利用したものです。キッチンの前はタイル、そしてコンロの前はステンレスという形になっています。でいつもの薄型のレンジフードですね。ですぐ横が西側の広いウッドデッキ、そして、大きな引き違い窓です。ではダイニングからリビングの方に行きます。ここにはまず薪ストーブがあります。今回初めての採用なんですけども、岐阜県の岡本という会社のアグニという薪ストーブ、取っ手が木の取っ手を使っていたりして大変おしゃれなデザイン性に優れている。そして薪ストーブの本体ですね、この鋳物も非常に厚手で大変がっしりしていて性能的にも良さそうです。火力調整もこのレバー一つで非常に滑らかに動いて、かなり調整、火力の調整もスムーズにできます。この薪ストーブのところにも古材ですね、古い木の梁を使った柱があります。で、見せる筋交いですね。で奥につながっているという形です。まあ、奥の個室はこの3枚の扉で仕切ることも可能です。で回遊式というか、玄関からすぐのところにあった洗面、トイレ、脱衣、その辺とぐるっと回れるような形になっています。では2階の方に上がっていってみます。2階の、まあ、上がる階段の下ですね、階段の下はこのように、まあ、収納になっています。オープンな階段、こういった下が見えるようなこの部分がないようなオープンな階段も多いんですけども、クローズにした階段にするとこのように下を収納として活用することができます。では上がっていきます。今回の壁、この塗り壁ですね、いつもはクリーム色の
当社の標準色なんですけども、今回は真っ白の、白い壁にしています。まあ、そのせいか、このカラマツの赤と、このコントラストがはっきりして、非常にまあ綺麗な雰囲気に仕上がっているように思います。では階段を上がっていって、まずはこのお部屋の方を見ていきます。このお部屋は今はこう仕切りのない、大きな部屋でしています。ですが、まあ、将来的に仕切れるように、袖壁を設けていて、縦具は2枚ですね。引き戸が2枚、同じようについています。薪ストーブの煙突もあるんですけども、断熱煙突なので、やけどするような熱くなることはありません。で、子供部屋の中に室内窓があって、リビングと、つながるようにできています。で、反対側を向くと、屋根の下がっている、低いところには収納があります。で、二段屋根ですね、の部分には、このように窓を設けて、明かりが入ってくるようになっています。この窓の下の部分ですね、窓台っていうんですけども、ここは斜めにして、光がちゃんと入るように工夫しています。で、子供部屋を出て、廊下があるんですけども、この廊下の先にも、子供部屋同様に室内窓があって、まあ、PH のこう空気が、まあ、行き来しやすいようになっています。東側の部屋ですね。こちら行っています。ここは2階のオープンスペースというような部屋になっています。高い天井。そしてリビングからのつながっている、まあ、手すり、強化ガラスの手すりなので、ぶつかっても安心です。で、長いカウンターがあって、2台。屋根のところには窓があって、まあ、外の光が入ってくる。大きな窓からは1階の時と撮影日が違うのでよく持っているんですけども、ここからは大雪山、十勝岳などを全て見渡せるような感じです。まあ、カウンターが少し高いんですけども、これは屋根の兼ね合いで少し高くなりました。ですが、ここは高いカウンター用の高い椅子を使えばちょうどいい高さで山々を見ながら作業ができるという形です。裏を回ると大きな本棚があります。以上です。